南、観音山は、毎年7月17日に、京都市内で行われる、祇園祭りにて巡行する、引山の一つ。2011年まで、全32の山鉾のうち最後に巡行。大船鉾が巡行に仮復帰した2012年2013年は、全体の29番目に巡行。後祭りが復活した2014年から、後祭りの6番目に巡行。 財団法人南観音山保存会が主体となって継承、運営している。南観音山のご神体は、洋流観音と全財同寺である。洋流観音像は、絵心創造原神の作と伝承するが、天明の大火で像の頭部以外は消失してしまった、ため、復元されたものである。洋流、観音の横で合唱している、全財同寺像は、江戸時代の作。下言行。 入り放海品にある全在同時が53名の全知識を歴報するという説話から取材されている。南観音山だけに存在する行事、暴れ観音は、宵山と呼ばれる、後祭山ぼ子巡行の前日である7月23日の深夜に、ご神体の要流観音を見越しにくくりつけて、揺らしながら保存会がある町内を参集するというものである。暴れさせることで、 北観音山の観音様への恋心を冷めさせるなど、いくつか言われがあるが、どれも定かではない。観音像は、布で包まれて連来に縛り付けられ、同じく布で包まれた、全財道地蔵を持った人に先導されて走りながら、町内を三回往復し、町の南北端の交差点と山の脇ではしょいの掛け声と共に、観音像の乗った連来を大きく上下に揺らす。見送りの、 竜王都会図、下水引きの起点総額は日本画家の香山ま蔵たの死体によるもの。2008年には4枚の点水引き平社地、詩人図が復元新調された。ありがとうございます。